朝もお酒飲んでたから死んじゃったの。早くからお酒飲むもんで。どうして早く？おばあちゃんも死んじゃった。おばあちゃんも朝からお酒飲んでたの？うん、あのね、寝てるうちに死んだ。寝てるうちに死んじゃった。それはまあ僕の年齢になるといいことだなと思うようになってくるのね。先生、どうしてさ、朝お酒飲むと死んじゃうの？え？どうして先生、朝お酒飲むと死んじゃうの？それはさ、お酒たくさん飲みすぎると体壊れちゃうのよ。だからほんで死んじゃうの、多分、ね、体の骨とかがひび入ってきて。ひびが入るってことはないと思うけど、うん、その辺また竹本さんに今度聞いてみて、ゆっくり。僕もよくわからないから。どうしてあなたのじいじ死んだの？母ちゃんも死んじゃった。誰が？僕のさ、おじいちゃんもおばあちゃんも。じいちゃんも死んじゃったし、おばあちゃんのおばあちゃんも死んじゃった。お母さんも。僕のばあばね、僕のね、おじいちゃん死んじゃった。おばあちゃん死んだ。いや、それはわかるけど、まだみんなおじいちゃんおばあちゃん若いでしょう。うちのおじいちゃんの弟死んだ。深刻な話だね、それ。誰が死んだ？あのね、じいじのね、前いた弟死んじゃった。じいじの弟も死んじゃった。お母さんもお父さんも死んじゃった。お母さんお父さんも死んじゃった。そんなもんですかね。はい。おい、山田君、テリー君、赤さん、テリー君座らせてよ。はーか。はーか。テリー君座るぞ。はーか。はーか。お墓ね、お墓のこと。死んだ人は、お墓入るんだって、昼間くんな。じゃあ、これは何だかわかるか。リンゴ。リンゴじゃないな、これは。テリー君なんだ、これは。帽子。帽子じゃないな。かをつけるとわかるよ。きか。きかってなってんな。きか。かき。かき。かき。これはカキでした。あ、そう。まあちょっと悲しい話を聞いたな。じゃあ声出してよ。いろんな言葉生まれるよ。これくるくる回すとね、いい？ここに死があるでしょ？いい死。先生の口真似てみろ。いい死。あなた。林さん、ちゃんと声出しなさい、あなた。いい死。うし。ひるまくん、声出そう。うし。うし。あし。あし。く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 し。すし。すしって知ってるね、お寿司ね。すし。むし。むし。出てた。むし。けし。けーし、こーし、こーしってここのことね。こーし、よーし。これはね、しりとりっていうの。知ってる？しりとり遊びだよ。言ってみるか？先生と一緒に声出すと、いーし。いーし。声出してみろ。声出すだけでいいんだぞ。いーし。いーし。声聞こえないぞ。いーし。えーし。えーじゃない。いーし。おお、あんたお尻臭いの？そんなムリ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 って。いいし。じゃあ、しで終わるよ。しか。しか。しか。かお。かお。かお。おと。とら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 。先生の口見てみろ。とら。とら。ラジオ。ラジオ。ラジオ。そう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 。ローラジオってんだ。あんたラジオ知ってる？ラジオ知ってる。上手だったよ。ラジオ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 。おー、そうかね。ラジオ。おーり。おーり。先生、おりって何？おりってのはさ、動物を入れてくところ。あと、ドーヤとか？ロヤル、ロヤもおりだ。あんたよく知ってるね。そう、じゃあ、リンゴ。リンゴ。リンゴ。先生の口見てみろ。リンゴ。リンゴ。字は見なくていいぞ。リンゴ。リンゴ。まあ、美味しそうな鼻くそ。食べるのそれ。まあ、いいね。食べちゃダメよ。先生、食べてあげるから。って。リンゴ。リンゴ。ゴーマ。ゴーマ。ゴーマ。お母さん、ほっといて。ゴーマ。冗談ですから。ゴーマ。ゴーマ。あんた何やってんの、そのむにゃむにゃむにゃ。声出してんの？ゴーマ。もっとお口を動かしてごま。ごま。ごま。マリ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 って
何？マリってボールのこと。リス。あれはもう今じゃマリって言わないの？リス。リス。マリって言うの？マリって言うの？ハマースの人はマリ？って言うんでしょ？マリ。言ってごらん。マリ。本当？リス。マリ？お母さんどっち言います？マリマリ。私県外出身。だから。どっち言います？マリ。マリ。はい。マリ。マリ。どちらですか？あ、岐阜です。川見原でしたかね。岐阜市です。あ、岐阜市。はい。岐阜市の何町あたり？加納の辺です。加納、ああそうですか。駅何の方ですね。そうですね。あ、そうですか。マリって言うんです。ポジはマリです。僕も岐阜だもん。あれマリ、マリ、あマリですよやっぱり。あなたはどっち？マリ上上がるの。いやマリですね。マにアクセントが。ほら。岐阜はマリって言うんだよあなた。あなたはどっち？マリ、マリ、な、ま、ボールマリ。マリ？あんたはら。あなたなんて言うの？マリ、マリ、どっち？シマさんは。マリ、マリ、どっち？僕マリ。本当？じゃあ仲間だおい。じゃあ行くぞ。マリ。マリ。リス。リス。岐阜の方ではリスって言います。っていうの嘘。リス。リス。リース声出てないぞ、リース。リース。スイカ。スイカ。まあ、もう少しあるぞ、スイカ。スイカ。カモ。カモ。カモっていう鳥ね。カモ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 メじゃん。カモメ。カモメ。カモメ。メダカ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 。カラス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 。スズメ。スズメ。おー、なかったこれ。こういうのをね、しりとりっていうの。ねえ。お尻を取っちゃう。次はな、怪しいの出す。なに？ちょっとさ、絵本して。いいよ、座ってるけど。しから、うん。しまで、し、しりとりって、しから始める。しから言ったら、しりとり。今度、りから始まるな。そう。よし。じゃあこっちクイズだぞ。いいか。にじんと書いてある。にじん、ここに人参なんて字が隠れてる。なに？うん。正解、うんでした。それじゃあこれいいか。かなり、かなカラス。かな、カラスじゃないな。か、ピカピカブルーってなるの。か、雷。だから何字隠れてる？か、み。みが隠れてる。オッケー。それじゃあ今度はこれ、おぎり。おぎり、何が隠れてるかな？おぎり。お、に。正解！に。そうだ、おにぎりだ。じゃあ今度は、やそば。いや、焼きそば。何？そば。焼きそばだ。よく当てた。よし。でもこんな顔しちゃうと嫌だね。こんな顔しちゃうと嫌だね。ちょっと暗いね。こんにちは。ねえ、嫌だね。でもこうしたらいいね。こんにちは。こんにちは。こんな顔はちょっと暗いね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ああ、見ちゃった。これ、こっからは問題だったんだな。こっからはね、なんて字が生まれるかな。犬。もう見ちゃったな。犬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 。これは何が生まれるかな。こはこっち、こっちはこうだな。こっちは何だろう。ね、見るか、見るか、見るか。なんだ。猫。猫でした。じゃあここに隠れてるのは何ていう字でしょうね。リンゴ。リンゴじゃない、これは。マト。え？マトト。マトト。マトトなんてあったかね。マトト。マトトってあったかね。うん。なんだマトトって。マコト。マトト。マコト。まことくん。じゃあ見るか。まとた。トマト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 ト。トマト。トマト。トマトト。じゃあこれはなんだ。キツネ。キツネ。なに？キツネ。キツネ。キツネでした。じゃあこれはなんだ。うなぎ。うなぎ。え？うなぎ。クジラだ。クジラでした。じゃあこれは何だ？カンガルー。カンガルー。